to the mountain top。いや、新平ただぜぜぜぜということで、セレクションサイファーグループ C ラップスター引き続き見ていきましょう。リーザがいるグループなんだね。はい、おいしょ。一人目がアラム。ユーラピート、ラップスター AIUMCBK スタボユー。今の歌詞は同じを超えたるパープスター。今から先々週から連絡取れない、あいつもこれ見てしてくれてるわ。昔の明日ならセンチャー、でもいつかは買う会社、マニエンセイはセーターと起こす事件じゃなくて会社。うん、リリックのセンスがすごいあるな。めちゃくちゃストリートを感じつつ、昔の足ならせっちゃ、でも次買う会社、ラップスターになったら起こすのは事件じゃなくて会社。ダブルミーニング好きだよね、若い子ね。起こすのは事件じゃなくて会社、これティーパブロとかのいい影響というか、リリックのそういう書き方なんだろうな。そこにすごい重きを置いてんだろうな。起こす事件じゃなくて会社、もう早速引き込まれちゃうな。ならせっちゃ、でもいつかは買う会社、マニエンセイはセーターと起こす事件じゃなくて会社。まるで JZ 君はリスペクト担保にするマイナースターピーティス、俺がシーンに名を馳せることにヘッズも満場一致だから。サボってる暇ならない、友達なら締めてるネクタイ、俺のお相手も首かかってる9-to-5300万でとても買えない AP ロール、仲間の分も背負ってるから使われ適当に、まずは制作に投資、これでするゲッポーリン、全国各地呼ばれてんのに航空飛行機、江戸川公園区仲間が集まる足立区東京、ダラダラしている暇ならないからただする行動、仲間を引き連れてく暴走族なら俺総長、二人とにバルブ別れを言う地べたにこっから調子だはず。仲間を引き連れてく暴走族なら俺総長、いいね。JG の名前を出しているところや、もうハッスル精神の塊、あんまり金とかそういうのじゃないのかな若い子は、なんて思ってましたけど、この方もフィフティセント路線というか JG 路線、もう古き良きラッパーマインド持ってる感じが非常にしますね。こういう人なら俺ついてこうって地元にいたらなりそうというか、リーダーシップを持ち、しっかりしたマインドとビジョンを持ってラップしてる、いいですね。分かりやすくラップスターになりたい、またこういう人に俺はなってほしいなと肩入れしてしまうようなリリックを書くな。アラム、やっぱ一人目超大事ですからね。みんな一人目外さないから、やっぱちゃんと選んで一人目でキャッチできる人を選んでんだろうな。バッチリだと思います。マインドが素晴らしい。ジョー、スタリフォルバル、別れを言う地べたにこっから調子で外せないこのマット、クレーターから抜け出すラップスター、はたまたてる生活も変える、もう半端な格好なデーコの手元の中が投げした、でも消えない iPhone の画面が消極な このビートの正解な感じがすごいしない？ってこれライブでこれでしょ、うまいよね。うまいっす。ラップめちゃくちゃうまいね。ラップのうまさってやっぱリリックを書くうまさと、こうソングするうまさがあると思うんですけど、このソングするうまさが今まで見てきた人の中で一番ある気がするな。鳴り耳すごい、キー変えてラップすんのとかすごい難しいじゃないですか。でこう語尾の置いてる音程というかが超気持ちいい。このビートにはお手本こうですっていう感じのギンギンでゴーじゃないですけど、このゲハ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 イ、このハマりが半端じゃない。再現能力もういかないと知らんなのに、ガギバルゲハイ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 、峠で空に消えた、どうしたに届いてしまうくらいゲハイゲハイゲハイ、ロップよりもつまりっぺ、死ぬより成功するのが最逆に教職の世界、死んだ人の歯で入るバーズ、出会いの数よりも分かるも追っかしてしまうのはなる、俺が欲しいのはガンジャーなんかじゃね、正しいままでラッパーなり耳、ボクシングの言うとこのアッパーマリン、四角の下からゲハイカナーリ、下の下地かも無駄にした、語られたのは愛だ愛だ、そのくせプライベートになる女性の量を上げなきゃフレックでいきたいんだ、バッチョイ臆されてできた彼女の VT 格にも俺と分からせるように、少しでも行った回答後にもう一つがないとのゲハイのみ、ブラックシモート。なるほど、一つじゃないゲットハイの意味、ただハイになるわけじゃなく高いところに行く。奈良から来てるんだ。奈良のラッパーって世に出るチャンスあんまなさそうだもんね。これは鳴り耳ライブを見てみたいな。そしてライブ見たらもう食らっちゃうんだろうな。すごい安定感、びっくり。
遠から出るように少しでも一旦街道後にもう一つがないとだけ I love you。 ロック地元はすでに敵いない IBRK から JP のコアまで広げてくね。 KI に NEYHK 飛ばしてたの子供が演技始めて蹴ったバス一時間半の東京高ぶった高度&出がない基礎の基礎の分からず好き勝手する地元のプッシー大いに乗せ方キッチ三菱の木語りかけるもの飛び飛んでリア謙虚少しのファイル手が伸びしたらゴーアムロキャンパー出てきたストリートと広い畑で投げ足した I want down ただの一人っ子安定したミスを俺で乗ってるビートでゲームを緑茶と B2 がジョレスコー Hey yo 運動ゼロで勉強ゼロでこれに全振り俺妬みひがみもマシ仕方ないすり寄りされる方がまだマシここやばいね運動ゼロで勉強ゼロでこれに全振りかっこいいですね。茨城の子なのかこの子は。そうですね、茨城で前に一回紹介したリュウゴくんの弟のスコールっていう子たちと、うんうんうん、ゆるふわギャングのリュウゴ石田そうそう弟のスコール君とサウスクラウドっていうもともとクルーを組んでた茨城の子なんで、うんうん、もうだから出来上がってるというか出来、まあ、乗り方も知らない地元のポクシーボーイに乗り方を教えてやると言ってるぐらいでめちゃくちゃタイトだね。安定感18とか19ぐらいなのかな。じゃあ0002世代とかの集まりだったんでそれぐらいだと思います。20ぐらいか21とかどうだろう。もう青春をヒップホップにどっぷり捧げてこれから出ていくぞと。もうトレーニングデイは完全に終わってる感じですね。ちゃんと BD がジョレスコー Hey yo 運動ゼロで勉強ゼロでこれに全振り妬みひがみもまあ仕方ないすり寄りされる方がまだマシ妬みひがみもまあ仕方ないするよりされる方がまだマシ。こういうさラインが一個あるかないかですごい運命の分かれ道な気がするよね。16ぐらいバースを蹴ってる中に一個でおおっていうキャッチする部分これは完全に運動ゼロで勉強ゼロでこれに全振り。ここまではちょっとさ難解じゃない。難解にでも自分のスキルを見せてこう大事なところで分かりやすくパンチラインを持ってくる。すごいですね。フトのお仕事食らわし止まれバムだ足 Yeah, power, body, B まだ今立てたらチェーンしてこれするとビッシュイントロからアウトロまで埋めて二人死ぬライン土裏から今日どこ行くエビデイスリキルタイム街抜けても立ち着いてこなければマジ意味ない。金色の箱が出発して KIDNEY フルシレペゼン土浦。土浦じゃあレベルがすごい高いんだね。土浦にゴールドって箱があるんですけどそこをしっかりレップして金色の箱土浦ゴールドから出発していく。木戸に富士やっぱ一人いるとラップスターが地元にそこの下にいる人はすごい影響をやっぱ受けますよね。龍谷が出てきたのだって土浦のシーンがゴールドなんてずっとあるしさずっとやってるパイセンたちがいてやっと一人スターが出てきてそれを追っかけるこう木戸に富士みたいな人が生まれてくるという図式美しいね。なんとも言えない稲田くてこう魅力のある町だもんな土浦もな。恐るべしなんか秘密兵器感を感じますね。渋いお来たリーザーやー Talk like ladder 戦争行ってブラッダーフェイクニュースはまだ魔族はできないまだまだ10代稼いだはサウザ枕じゃないこれで稼いだ Sorry マフェごめんね今はブースやっぱ持ってき方を知ってるというかもうすでに存在感出来上がってますよね。リーザはロシアとかのハーフなんだよね。だから今戦争やってて大変だし戦争行ったブラザーこれはもうリアルな話なんだろうね。彼女にしか言えないことを歌っている10代稼いだワンサウザー枕じゃなくこれで稼いだ実話でしょうしね。僕はねちょっとリーザは ABEX のスクールでラップを教えてたことも一時期あったのでその時からやる気すごかったもんな。やる気のあるやつしか残んないっていうのはこういう人を見てると思っちゃいますね。座りまた魔族はできないまだまだ10代稼いだワンサウザ枕じゃないこれで稼いだ Sorry マフェごめんね今はブースあの日家がなくなった日 Yeah ただママの手握りしめてた Yeah Little bit little bit 傷はまだ言えない Maybe 聞けない子ちゃんとがって歌詞一人生活してた15音楽救われたの17 yeah ジグの糸に乗った18ソネ悟りに来たで20 20 20 yeah ザクワイグ
このみんながちゃんと相の手入れてるところはすごい良くない？めっちゃいいですねこれ。言うてライバルなわけじゃん。でこの相の手があって完成するラップというかさ、一人でそれをねその場で全て再現するの難しいっていう、仲間というか同じサイバーのグループのやつがちゃんと相の手を入れてる、素晴らしいですね。なんかこのチーム感を感じちゃうというか、美しいなと思う。I got that. 戦争行ってもらった。フェイクニュースはまだ。満足はできないまだまだ。10代稼いだわサウザ。僕らじゃないこれで稼いだ。OK。マーベ。今はしてる OM。Yo, what a rap star. I'm a long motherfucking cue, no bitch。そしてランプキッド。若そうだな、この子は。確かに16歳とかです。16歳。16歳。見てみましょう。ヒョッヒョッネガなバブステラスランプ、ただのガキが光るバン、ブロブ大きな白と黒囲まれ育つ黄色のガン。沖縄なんだ。沖縄やっぱやばいですね。16歳のラップじゃなくないこれ。今の16歳みんなこんななの？怖いんだけど。超かっこいいじゃない。ヒョッヒョッネガなバブステラスランプ、ただのガキが光るバン、ブロブ大きな白と黒囲まれ育つ黄色のガン、ただのタワゴシテのことを俺に向けるダマスマン、マイク握ってシックスマンスでガキがゲットる300万。マイク握ってシックスマンスでガキがゲットる300万。え、シックスマンスってことは6ヶ月？半年？ラップ始めて半年のラップなのこれ。才能ですね。なんか最近ちょくちょくそういうの聞くな。そうですね。その前のグループ A かな、ケニー君とかも確か1年経ってないとかそんぐらいなんで、今の若い子はすごいです。もう初めていきなりそんななっちゃうんだ。はい、怖い。俺に向けるダマスマン、マイク握ってセクシーマウスでガキがゲットる300万。お前のスキルじゃ絶対無理、お前の年齢じゃ絶対無理、しがらみばっかのタラレバ流し脳みそ溶けてる王子武士。 Yeah, fucking do it, 揺れてるフィッシュ。強烈だな。これやばいね。しがらみばっかのタラレバ流して脳みそ溶けてる王子武士。めちゃくちゃ口気持ちいいし、いるんでしょうね、そういう王子は。どこにでもいますからね、若い目を積むというか、ドリームキラーというか。それを一発で一周する、しがらみばっかのタラレバ流して脳みそ溶けてる OG 虫。これも口に出してみてください。めちゃめちゃ気持ちいいです。ブロム大きな白と黒囲まれ育つ黄色のガン、ただのタワゴしてることを俺に向けるダマスマ、マイク握ってシックスマウスでガキがゲットる300万。冒頭の8小節はフックだったんですね。こうやって頭に戻って、ああれフックだったんだ、やっぱりな、すごいパンチラインだったもんなと思わす技量というか、これは深いな。難しくないですかこのグループ。グループで見たらこのグループが一番もしかしたらタイトですよね、パンチ力があったやつってあんまもしかしたらいないかもしれないんだけど、みんなめちゃめちゃ実力派、シビーなって感じのグループだったな。みんな良かったな。ここ鳴り耳のラップ歌唱力、いやめちゃめちゃびっくりした。でもランプキッドも半端じゃないね。16歳か。ラップスターってことは可能性とかも含める感じで見てったら、でもランプキッドやばいんじゃない。言ってることもすごい哲学がしっかりしてるじゃないですか。逆にもう完成しちゃってんのかどうなのかわかんないですけど、これで半年で16歳っていうのは驚異的な才能なんじゃないかな。ランプキッドかな。でもみんなアラムのパンチラインも超良かったしな。まあ、リーザは一番完成されてるし花はあると思うんですけど、ああむずいね。じゃあ一人やろ。なんで俺がこれで頭を抱えんのかわかんないけど、この中から一人ランプキッドかな。俺がラップスター取って16歳で全国をかき回したらおもろいですもんね、単純に。あ、グループ C 渋かったな。一番好きかもしれないってずっと言ってる気がするな。なんだろうな、まだ16小節とかね、そこそこじゃわかんないよね。数秒じゃわかんないんだけど、なんか渋めにもう完成されてる人が多い気がするな、今回のラップスター。もしかしたら原石みたいな感じで言ったら去年の方がキャラ立ってたのかもしんないけど、そのキャラが見えんのもこっからのステージだろうし、生い立ちとかが見えてくるのはこっからのステージなわけじゃない。ラップの安定感って言って1年でなんかグッとレベルが上がってる気がする。はい、ということでセレクション最後はグループ C。 すでに難しいな。まあ、引き続き見ていきましょうってな感じで、今回はセレクションサイファーグループ C ラップスター誕生2023見させてもらいました。シンペータでした。ピース。東村山に夕日が沈む、あなたを思い浮かべる、あなたはいつも僕らのこと励ましてくれる。